ホモフローレシエンシスはインドネシアのフローレス島で発見された小型のヒト族と広く考えられている全滅種。身長は1メートル余りで、それに比例して脳も小さいが、冷や精巧な石器を使っていたと考えられる。そのサイズからホビットという愛称が付けられている。新種説に対しては反論もある。このヒト族は当初は12000年前まで生存していたと、 考えられていたが、より幅広い研究の結果、最も近年の生存証明は5万年前まで押し上げられた。2016年現在では、フローレス人の骨は10万から6万年前のもの、石器は19万から5万年前前後のものであるとみなされている。ホモフローレシエンシスの骨が発見されたホラーな2003年に、 オーストラリアとインドネシアの合同チームが発見し、2004年10月に公表、2005年3月に人族の新種であるという詳細な発表を行った。リアンブアの石灰岩の洞窟に、当初3万8000年から1万8000年前と、考えられたホモフローレシエンシスの骨7体と獲物と、考えられる象の骨、石器などが一緒に発見された。骨は化石化しておらず、 かなり脆い状態だった。当初、小さいため子供の骨と思われていたが、詳細な検討により成人の骨であることが判明した。2005年に、すでに発見されていた個体の右腕部分と、新たな個体と考えられる下駕骨が発見された。その下顎の骨も他の個体と同様に小さく、小型の種であるという説を強化するものとなっている。孤立した島では、 しばしばウサギより大型の動物の矮小化が起こる。同等にはステゴドン等数種類の矮小化した動物が存在した。脳と体育を司る遺伝子は全く異なっており、体育が小型化しても脳は同一比率で小さくなるわけではないと言われている。その点からもフローレシエンシスが新種の原人であるという点について反論がなされている。 フローレシエンシスの農用量は 380cc と言われており、体重に対する脳重量の比は、ホモエレクトスと大型類人猿の間に位置する。この点について、マダガスカルの古代カバの研究により、当初化でより脳が小型化する可能性も指摘されている。ホモフローレシエンシスは直接の祖先ホモエレクトスが、 矮小化したものと考えられているが、より原始的な祖先に起源を持つ可能性も示されており、ホモファビリスから進化したという説もある。農用量は380立方センチで、平均的なエレクトスの半分程度、大型のチンパンジーよりも小さい。工事の認知に関する部分の大きさは、現代人と変わらず、火を使った形跡や化石から考えて、かなりの知能があったと考えられている。 足は、第一子が、他の指と平行であり、つま先が、伸縮可能な点が人類と共通であるが、第一子の小ささや長くカーブしている、外側の指で体重を支える点はチンパンジーに近い。土踏まずは存在せず、現代人と比べ二足歩行は苦手だったと見られている。発見された骨は、脳の異常な、小ささから、小人症やピグミーのように矮小化した。 あるいはクレチン症やラロン症候群といった、発育上の障害を持った、ホモサピエンスサピエンスの骨だと主張する研究者も、多い。これに対しニューヨーク州立大学、ストーニーブルック校のウィリアム・ユンゲルスや、ロンドン自然史博物館のエレノア・ウェストン、エイドリアン・リスターなどは、新たな研究から、やはり新種人類であるという説を唱えている。 ペンシルベニア州立大学のロバート・エック・ハルは、新種人類説は、以前の論文と矛盾しば当たり的だと批判している。ハーバード大学のダニエル・リーベルマンは、新種人類化を判定するには、さらなる化石が必要だと述べており、専門家の間でも評価は定まっていない。ありがとうございます。